えっと、今回、これなんていう萌えきゅん萌えきゅんというアプリをちょっと入れてみたので、あのなんかこの可愛い女の子から電話がかかってくるみたいなので、ちょっと楽しみに待っていようかなと思います。どうしようかな。乙峯、紗良、孝介あゆみ、坂上すみれ、桜まゆ、うのゆな、緑れな。なんか唐のゆなちょっとンヘラっぽい。可 <laughs> 愛い,い、エアンデレド。エアンデレドってなんやろ、これ。

えななんんてあごめんね長電話したなんか携帯ちっちゃいな、ね、それまた後で、ね、iPhone5 かなえなんて、うん、じゃあねえ終わりユナちゃん大好きあ、私もユナちゃんユナちゃんあれユユナちゃん<笑><笑>でもこのヤンデレドって何この赤とユナちゃんまたかかなにもしもしさっき今大丈夫かないや大丈夫やけどさっき切ったばっかやん,えなんのう,ってうんごめんね お前いっつもやないが用事ないやんかまたかえ人ひとひとだと寂しいはい何ちょっとエロい声出してんのはいごめんもしかして疲れてたいや大丈夫ですいや朝からずっとゲーム実況の収録してましてなんてちゃんと会話しようゆナなちゃんいや大丈夫大丈夫何 <何>用事ないからいいの <laughs> 疲れているのにごめんねいいよあなたの声を聞いてちょっと元気出たあそう,ありがと,うといたしまして勝手やなユナちゃんちょっとエッチなお姉さんやなこれ服的にもどういう服着てんねんこれあサラちゃんヤッホーもしもし今大丈夫大丈夫何それウィルコムそう うん、よかったちょっと大人やなあなたの電話番号を教えてもらったから電話してみたけどあら迷惑じゃなかったかしあ大丈夫ですよそれウィルコムそそうれれならこあほんまにいいよいつでもいいよそれだけよそれだけ特に用事なななんてないわんでもいいけんお話を、ね、今日何食べたサラちゃんサラちゃんサラちゃん忙しいんかなやっぱ大人のお姉さんやんお仕事が忙しいんかもしれん。 休憩の合間にかけてくれたっていう感じなんかな。あ、また、はい。もしもし。もしもしやほ今大丈夫かしら大丈夫休憩中何してたあ、何好きなタイプ今、パソコンを使っていて、うん、インターネットをやっているんだけど、うん、日本語入力ができなくなってしまったの。え、そういう感じなんなんか、半角、全角ってとこ押してみそこで直るかも。か半角、全角のとこ。 押してみ。なるほど。オッケー。ここ。そう。押して。左の方あるやろ半角全角のとこペット押すだけ。やどう？ええ。直った？確かに直った。わあよかったよかった。ありがとう。インターネット何調べてたん？パソコン詳しいのね。てやろ。半角全角ぐらいしか知らへんで機械に弱いからまた聞くかもしれないけれど。あ意外ギャップ。その時はよろしく頼む。何調べてたんって。何調べてたん？それではありがとう。何ピクシブ見てた？またね。何見てたん？ サラちゃん、ちゃんなんかちょっと爽やかげな声ね、この子は交換ともそれなりに。あゆみちゃん、あー、もしもしえっ、ちょっと関西弁ですか別にええやろ電話番号教えてもらったんやし。え、めちゃかはなんか数は違う。数は数はせやがてどうな何てじゃあ別にええよ。何の話そうそう。何最初からそう言っとったらええの。数はそういえば今日。 私のこと見てたよな。何そんなこと言うんとぼけん部活で私が練習してる時。何してんの部活あんたいやらしい目で私のこと見てたよ。ごめん何の部活してるの言うな。え何めっちゃ怒れる。まあ、減るもんやないからいいけど。えなんか、絶妙にエロい女やな。カザー楽しかったで。カザーカザな。カザーカザーハ可愛い。 カズハもっかいかけてきてカズハあカズハもしもしヤッホー私やけど何してたん今大丈夫大丈夫今日何してたん今日コナン見てたで。ゲームうんあままゲームじしてい。学校終わってすぐに帰ったいや、学校行ってない。ええ、帰宅部なんや。うん、帰宅部なんに何んてんて部活疲れるってあんたおっさんか なんで、なんでわかるそんでそな怠け癖があるからすぐに疲れんねんや。なんでそんなこと言うん私と一緒にスポーツせいへんスポーツしんどい。なんか乗り気やないな。せやなちょっと動くのしんどいねんな。わしに一回やってみようや。ちょっとしんどいねんな。その運動部の乗りきついな。よしよしいいへんじゃな。じゃあまたな。ちょっとお嬢様っぽいかな。だって電話が違うもんなどう考えても携帯じゃない。坂上すみれ。好感度はなかなかある。お嬢様なんかな。ヤもしもし上でー。あ お上品何その電話何今日あなたの電話番号を教えてもらったから電話をかけたのよなんか足村いろんな子にめっちゃ電話番号教えてねえああいいよ全然いい、まああそうなんいあいいやいいや何喋る何喋るええ もちろん生徒会長の仕事よ。え生徒会生徒会長な。あなたと違ってめっちゃ賢いねんな。私は忙しいのよ。でもその金髪オッケーな。あな生徒会長って金髪オッケーな。何やってたのかしら。めっちゃ胸でかいな自分。いいなこの黒タイツっていうのがもう可愛いもんな。あまいちゃん。あーもしもし。やほう。私だけど。パンツ見えそうで。え。 何よえ、やっぱちょっとつんでるっぽい私かから電話けちゃダメだって言うのえ、全然、全然、全然そんなことない。全然そんなことない。怒らんといて。そんなことないって。あ、閉じた、えた。じゃあ、言うんじゃないわよ。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。何の話する何の用って。うん。別に何もないわよ。いいよ、いいよ、何でもいい。何でもいいよ。何喋るしいわね何食べたっけちょっと寂しかったから。あ、めっちゃ可愛いやんか。あんたんかに電話かけてやったのよ。あ、めっちゃ可愛いやんか。怒ってるけどありがたいと思いなさい。どういたしまして、ありがとう。ありがとう。まあ。 少しは時間を潰せたわえまだ40秒ぐらいですよ、まゆちゃん。まゆちゃん、まだ40秒ぐらいです。え、早ない?まゆちゃん、まゆちゃんまゆちゃん、それじゃねまゆちゃん、なんで切ったんっさ今、大丈夫あんた、今日の放課後何か言おうとしてなかった放課後放課後。めっちゃ怒ってるの。気にななるじゃいごめん、なんか思い出すわ。ちょっと思い出す。待って。

付き合うえ、なんでそんなこと言うんう、うぬぼれないでよ。え付き合おうよ。そ、それじゃあね。あれあれ振られた何その電話細。何緑霊奈ちゃん。ありがたく思いなさい。え、な、なんでしょうかあたくしから電話を差し上げましたのよ。あ、そういう感じ。はい。え、なんでしょうかあまり嬉しくなさそうね。いや、嬉しかったですよ。ええ。 庶民のあなたがこの私から電話をいただけたというのにその反応どちら様ですか少し腹が立ってきましたわ腹が立ってきました <laughs> まあいいですわ許して今日の反応を後悔する時が来ますことをよく覚えておくこと、うん、あそういう感じですかレナさんそれではまたレナさんごきげんようごきげんようレナさんそういう感じかもうやっぱりみんな好感度って出てるのに。 あいつだけアンデレドって出たってことは特殊やな。ヤーもしもし、あたくしよ、レナさんお時間よろしいかしらお時間よろしいですよ。まあ、当然ね。当然今日の帰りにまそうに見えましたかあなたを見かけましたわ。あ、そうなん何してことごめんなさい、なんか <laughs> そんな姿。あなたには似合いませんことよ。あら、ちょっと見し助言してあげたんですものうん。 明日から直してくるのは当然よね。あ、わかりました。ピッて入れます。シャツピッて入れます。珍しく感謝するとは。少し、恥ずかしくなってきますわ。わあら、かわいい。そういう一面もあるんですね。うるさいわよ。えなに私が照れるわけありませんわ。えなんでそんなこと言うんそれでは。電話放送ないな。んやろ、この子、ユナちゃんってやっぱ、一番か,かわいいはかわいいんやけど。やほ夫大丈夫ですよ。よかった。あなたの声が。 君ずっとそれ言うてんな。毎日学校で会っているのに。あなたと別れた瞬間。急に寂しくなって。<laughs> あれ、彼女の好感度レベルが上がりました。え?。今ので上がるん?え。え切ったんやけど。もしもし。どうして?。え?え。どうして?。 めんどくさい。めっちゃ泣いてる。ごめん。うん、私、そうかしてた、ね。めっちゃ怒ったやんか。ごめんごめん。めんね、切っていいかなと思った。さっき。だからね。うん、今度は、途中で切らないでね。<laughs> <laughs> もしもし。もしもしやほうどうして最近電話かけてくれないのえ。 だってかけてくるやんユナちゃんああそうなんやあじゃ次はこっちからかけるなうん好き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 うんこっちからかけるけんユナちゃんからかけるんやめてえなんて何が欲しいってなんてごめんねえっんて言ったんでもねうのあそうなんやずっと ずっと、あなたからの電話を待ち続けてあ、そうなんやいつも、携帯電話を手から離さずにやめとき怖い怖いそれなのに、あなたからの電話が来ない<笑><笑><笑>もしもしどうしてはいねえどうして途中で切っちゃったのユナちゃん、結構、しつこいとこあるな一回、ちょっと拒否するな なに。なに。ね。どうして途中で切っちゃったの。ごめんって。私寂しかったんだよ。よょっとさっきいたな。なんで、なんで、なんで。ゆうなちゃん、めんどくさいって。彼女に電話かけることができます。あ、これお金いるやつか、ゆうなちゃん、ちょっとお金かかるけんな、それはしたくないわ。どうして。うん。ねえ。 なんで、このユナちゃんの感触を聞かないかんね。ねね <laughs> 一回じゃあ、切らずに、最後までちゃんと聞こうか。うかいいえ。ごめんね。愛してるよあれ?ね。今なんか、愛してるわ、みたいに言った?。ね、あ、ごめん、ごめんな、それは伝承する。それじゃね、うん、バイバイ。バイバイ。バイバイ、よう寝るんやで。ユナちゃん、やっぱ、ちょっと。 一番やばい感じするな。このメンバーの中でも。多分いつもまたかけてくるけんこんのかい <laughs>